フリカ大陸北西部モロッコ。今回はモロッコのサハラ砂漠、海鮮の町エッサウィラの映像をお伝えする。エルズーガに着きました。これから砂漠ツアーに出かけます。すげえ、ナミブ砂漠とはまたちょっと違った感じですね。おお、すげえ楽だ。楽しい。美しいね。美しい。山の向こうはアルジェリア。はい、今日のキャンプ場に到着しました。これからここを登ります。無事に登りそうです。日も暮れましたし、降ります。登るのはあんなに辛いのに降りるのは超楽ちんなんですよ。はい、今日はタジン鍋タジン、タジン鍋。インデザー How many times you said タジン in front of the camera? サハラ砂漠のど真ん中でタジン鍋でございます。砂漠のど真ん中でね、猫が鳴いてるんですよね。おい、あ、いた。こんなところでお前は生きれるのか。おい、ちょっとビデオカメラじゃ伝わらないんですけど、今日は満月でものすごく明るいんですよね。もうね、全部見えてます。僕はラクダが10頭ぐらいいます。すごく神秘的な砂漠です。こんな感じで寝るんですね、ラクダは。はい、この木はこことメキシコにしか存在しない。昔メキシコとモロッコは隣り合わせていたっていうことらしいです。面白いですね、それもまた。今日なんと私はまるでこの南国に来たかのような、そんなホテルに泊まってます。あ、おいしそう。部屋を一日借りた感じなのかな。何でもあります。まさかモロッコで今までで一番いい宿に、ビーチリゾート。これで今日で終わりです。ありがとう、シュクラン。エッサウィラに着きました。ここは港町で魚が美味しいところです。ボンジョー。これ、これ旧市街メディナ。これってこれもメディナでしょ。これもメディナか。メディナ、メディナ。川崎の中はメディナでしょ。フランス語圏なのでフランスの人がたくさんいます、モロッコ。ちょっとあれだけど、視野は狭くなるけど、若干モロッコはミントティーが美味しくて、これもミントがね、売ってます、いろんなところで。モロッコで有名なアロガンオイルというオイルのお店に来てます。これだって下ほら、豆のほら、あ、本当だ、全部豆のすげえ殻だね。
すごいな、これ。ケンさん、おいで堂々取ってください。これは香水です。これを体に擦りつけるといい匂いがするというものです。モロッコの香水。フィッシュマーケットでーす。こう、面白いシステムで、これ魚を買ってその場で焼いて食べれます。コリさんの緊張は明日から始まるから、明日の朝一からだから。してくれますよ。ごちそう開き。セボン。セボン。取れたての魚、取れたてじゃないかもしれないけど、その場で焼いてくれます。はい、魚が焼き上がりました。美味しい味付け、パンと一緒に。ミディアムレアで焼き上がりました。取れたてのイワシとサラダとパンとオリーブ、セットでございます。まあのんびりするのにはいいとこだね、ここは。あっという間に時間が流れます。水質が良くないですね。この船で行くんだもんね。そうしょ、これでよ。でも微笑ましいな。漁師のおっちゃんが魚をあげてるんですよ。かわいいな。みんな優しいな、モロッコの人。ちょっと今軽く視界に入るだけで10匹ぐらいいるもん。餌付け。こうね、ほんとね、通りがかりの人がね、餌をあげるんですよ、魚なりなんなりの。あら、お母さん来た。日本の猫より幸せかもしれないね、この子らは。はい。お母さん何匹産んだのこれ。6匹。1匹黒猫混ざってるね。よし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 。あ、ごめん、大丈夫、起きないで。でっかいな、お前は。オス？オスだな、この大きさは。おい。お前はコーラと一緒に行ってるのかな、こいつは。あれ、スリスリしたって。あれ、お前この前俺魚あげたやつじゃん。おい。お前この前俺魚あげたやつだよな。なあ。わあ、人懐っこいな。モロッコの見どころは猫です。次回はアフリカ大陸南部、マダガスカル島に行くついでに、まだ行ってなかった謎の国々、レソト、エスワティニ、モザンビークという聞いたことがないような国を訪問する旅をスタートします。次回、ただいまアフリカ南部、お楽しみに。